死者の言葉につれて我々は陳列室の真ん中に据えてあるベンチへ行って一緒に腰を下ろした。室内にはもう一人も人影は見えなかった。ただ周囲には多くのガラス戸棚が雲天の冷たい光の中に古色を帯びた銅版画や浮世絵を若年とかけ並べていた。 本田死爵は杖の銀の握りに顎を乗せてしばらくはじっとこの死爵自身の記憶のような陳列室を見渡していた。やがて目を私の方に転じると沈んだ声でこう語り出した。その友達というのは 三浦直樹という男で、私がフランスから帰ってくる船の上で、偶然近づきになったのです。私は年が同じ25でしたが、あの義利の菊五郎のように、色の白い細表の 長い髪を真ん中から剃った、いかにも明治初期の文芸が人間になったような紳士でした。それが長い後悔の間に、いつとなく私と懇意になって、貴重後も互いに一週間とは訪問を絶やしたことがないくらい、 親しい仲になったのです三浦の親は何でも下屋辺りの大地主で彼がフランスへ渡ると同時に2人とも前後して亡くなったということでしたからその一人息子だった彼は当時もう相当な資産家になってたのでしょう。 私が知ってからの彼の生活は、ほんのお役目だけ大罰銀行へ出るほかは、いつも懐出をして遊んでいられるという、至極結構な身分だったのです。ですから、彼は、帰庁すると間もなく、親の代から住んでいる、 両国百本食いの近くの邸宅に気の利いた西洋風の書斎を建築してかなり贅沢な暮らしをしていました私はこう言ってる中にも向こうの銅版画の一枚を見るようにこの部屋のありさまがありありと 目の前へ浮かんできます。大川に望んだフランス窓。ヘリに金を入れた白い天井。赤いモロッコ側の椅子や長椅子。壁にかかっているナポレオン一世の肖像画。彫りのある黒炭の 大きな書棚。鏡のついた大理石の暖炉。それからその上に乗っている父親の居合の松の盆栽。すべてがある古い新しさを感じさせる。陰気なくらいケバケバしい。 もう一つ形容すれば、どこか調子の狂った楽器の音を思い出させる、や,のやはりあの時代らしい書斎でした。しかも、そういう周囲の中に、三浦はいつもナポレオン一世の下に陣取りながら、勇気揃いか何かの襟を重ねて、 融合のオリアンタールでも読んでいようというのですから、いよいよあそこに並べてある銅画にでもありそうな光景です。そういえばあのフランス窓の外を塞いで、時々大きな白穂が通り過ぎるのも、なんともなくもの珍しい。 心持ちで眺めた覚えがありましたっけ三浦は贅沢な暮らしをしてると言っても同年配の青年のように新橋とか柳橋とかいう有利に足を踏み入れる景色もなくただ毎日この新築の 書斎に閉じこもって銀行家というよりは若隠居にでもふさわしいような読書三昧にふけっていたのです。これはもちろん一つには彼の保留の体質が一切の不摂生を許さなかったからもありましょうが。 また一つには彼の正常がどちらかというと唯物的な当時の風潮とは正反対に人一倍純粋な理想的傾向を帯びていたので自然と孤独に甘んじるような境外に置かれてしまったのでしょう。 実際模範的な開花の真士だったら、三浦が多少彼の時代と色彩を意にしていたのは、この理想的な正常だけで、ここへ来ると彼はむしろもう一時代前の政治的無双化に似通っているところがあったようです。 その証拠は、彼が私と二人で、ある日どこかの芝居でやっている、新風連の狂言を見に行った時の話です。確か、王の鉄兵の自害の場が、の幕が閉まった後だったと思いますが、彼は突然、私の方を振り向くと、 君は彼らに同情ができるかと真面目な顔をして問いかけました。私は元より陽光帰りの一人として、まるで急兵地味たものが大嫌いだった頃ですから。いや、一向同情はできない。 配当令が出たからといって、一気を起こすような連中は自滅する方が当然だと思っている。と、至極冷淡な返事をしますと、彼は不服そうに首を振って、それは 彼らの主張は間違っていたかもしれない。しかし彼らがその主張に準じた態度は、同情以上に値すると思う。というのです。そこで私がもう一度、じゃあ君は彼らのように、明治の世の中を神代の昔に返そうという子供じみた夢のために、 とない命を捨てても惜しくないと思うのかと笑いながら反問にしましたが彼はやはり真面目な調子でたとえ子供じみた夢にしても信ずるところに準ずるのだから僕はそれで本望だと思い切ったように答えましたその時は こういう彼の言葉も単に一条の口頭語として深く気にも留めませんでしたが今になって思い合わすと実はもうその言葉の中に痛ましい後年の運命の影が煙のように這い回っていたのですが それはおいおい話が進むに従って自然とご得得が参るでしょう。何しろ三浦は何によらずこういう態度で押し通していましたから結婚問題に関しても僕はアムールのない結婚はしたくないという調子で どんないい縁談が湧いてきても、惜しげもなく断ってしまうのです。しかも、そのまた彼のアムールなるものが、一通りの恋愛とはこと変わって、ずいぶん彼の気に入っているような令状が現れても、どうもまだ僕の心持ちには、 不純なところがあるようだ。から、などと言って、いよいよ結婚というところまではなかなか話が運びません。それが旗で見ていてもあまり歯がゆい気がするので、時には私も横愛から、それは何でも君のように 隅から隅まで自分の心持ちを点検してかかるということになると、行従さがにさえ容易にはできはしない。だからどうせ世の中は理想通りにいかないものだと諦めて、いい加減な候補者で満足するさ、と、 世話を焼いたことがあるのですが、三浦は帰ってその度に、羨むような目で私を眺めながら、そのくらいなら何もこの年まで僕は独身で投資はしないと、まるで相手にならないのです。が、友達はそれで黙っていても、 親戚の身になってみると、元来情弱な彼ではあるし、万一決闘を絶やしてはという心配もなくはないので、せめてゴンサイでも置いたらどうだと勧めた向きもあったそうですが、もとよりそんな忠告などに耳を貸すような身裏ではありません。いや、 耳を貸さないどころか、彼はそのゴンサイという言葉が大嫌いで、日頃から私を捕まえては、何しろいくら開花したと言って、まだ日本では妾というものが公然に幅を利かせているのだから、とよく笑ってはいたものなのです。ですから、 貴重後に2、3年の間、彼は毎日あのナポレオン一世を相手に根気よく読書しているばかりで、いつになったら彼のいわゆるアムールのある結婚をするのだとか、とんと私たち友人にも見当のつけようがありませんでした。 ところが、その世の、ところが、その中に、私はある勘弁の容きで、しばらく、韓国刑場へ赴任することになりました。すると、向こうへ落ち着いてから、まだ一月と経たないうちに、思いもよらず、三浦から結婚の通知が届いたじゃありませんか。 その時の私の驚きは大抵ご想像がつきましょう。が、驚いたと同時に私はいよいよ彼にもそのアムールの相手ができたのだなと思うと、さすがに微笑せずにはいられませんでした。通知の文面はごく簡単なもので、ただ、 藤井勝美という御用商人の娘と縁談が整ったというだけでしたが、その後引き続いて受け取った手紙によると、彼はある日、散歩のついでに、ふと柳島の萩,田へ萩寺へ寄ったところが、そこへちょうど彼の屋敷へ、 出入りする骨董屋が藤井の親子と一緒に参り合わせたので、連れ立って境内を歩いている中に、いつか互いに見そめもみそられもしたという次第なのです。何しろ萩寺といえば、その頃は仁王門も藁葺屋根で濡れていく人も お、かしや飴の萩という芭蕉王の名高い区比が萩の中に残っているいかにも風雅なところでしたから実際、西女歌人の奇遇にはあつらえ向きの舞台だったのに違いありませんしかしあの外出するときは 必ずバリー仕立ての洋服を着用した、どこまでも開花の使を紳士を持って認じていた三浦にしては、あまり見初め方が文切り方なので、すでに結婚の通知を読んでさえ、微笑した私などは、いよいよくすぐられるような心持ちを 禁ずることができませんでした。こういえばもちろん縁談の橋渡しにはその骨董屋となったということもすぐに御採札が参るでしょう。それがまた幸いと即座に話がまとまって 表向きの仲人をこしらえるが早いか、その秋の中に婚礼も滞りなく済んでしまったのです。ですから、夫婦仲の良かったことは、元より言うまでもないでしょうが、稀に私がおかしいと同時に、妬ましいような気がしたのは、あれほど冷静な 学者肌の三浦が結婚後は近所を報告する手紙の中でもほとんど別人のような快活さを示すようになったことでした。